名古屋ギター女子部がナビゲートしています。 ZIPFM フィンガーティップス。まず最初のコーナーはギタージョブゆえん話。このコーナーは私たち名古屋ギター女子部のルーツミュージックをご紹介しています。それぞれがシンガーソングライターとして活動する上で、一体どんな音楽と出会い、何がきっかけで音楽の道を志したのか、メンバーのパーソナルな部分をお届けしています。はい、今回のテーマは壁、はい、ということで、今日は私たちがこれまで音楽活動してきた中でぶち当たった壁についてお話をしていきます、うんうん、はい、どうしようかな。ちさちゃんから話すじゃん。わかりました、はい、ですね、私がいろんな壁にまあぶち当たってきてるんですけど、うんうん、一番これだなって思ったのは、自分の個性が分からなくなった時、うん、あ、それあるよね。あるよね。あのね、これは18、19ぐらいの時だったんですけど、うんうんうん、なんかやっぱりその時期ってこう人のことが羨ましく感じたりとか、うん、自分にこう劣等感とかがあって、やっぱりそのライブとかでもさ、私はピアノ弾き語りだったんですけど、うんうん、結構さ、なんだろうな、周りが明るいライブとか、うん、あ、あとすごい激しいライブとかしてたりとか、ね、うん、やっぱり自分と違うことをしてるとすごい羨ましいなって思ったりすることとかもあって、うん、バンドに憧れてライブ活動を始めたっていうのもあるから、うん、なんかそういうのも余計にあったりしてたんですけど、うん、あとはそのピアノ一本で表現することがやっぱり難しいなっていうことを思った時期がありました。うーん、そう、でもギタージョブにこう出会って、やっぱりみんな個性がそれぞれあるじゃん、うん、まあ、元からあったりもしたけど、うん、こう出てきた部分もやっぱりたくさんあるし、うん、なんかメンバーそれぞれに出会って、自分にしかないものっていうのがそれぞれこう分かってきたりだったりとか、うん、あとは音楽のことで言えば DTM をこう、みんなもそうだけど、うん、DTM をやってちょっとバンド感がある曲を作ってみたりとか、うんうんうん、なんかそういうことでだんだんこう自分っていうものを分かってきたっていうのがあったので、これはなんかずっと、もう本当にずっとの課題だなっていうのを思うんですけど、うん、なんかそれで乗り越えてきました、うん、はい、ということで、私がぶち当たった壁は自分の個性が分からなくなった時でした。はい、まあこれはね、はい、やっぱ私たちがさ、うん、そのまあ、スリスターで出会って、うん、ずっと一緒になんか育てられてきたじゃないけど、そうそうそう、だからこそだよね。確かに私もその壁があったわって今思ったんですけど、うん、じゃあ続いて、うん、はい、私伊藤しおり、はい、私がぶち当たった壁は、ギタージョブを組んで始めた当時、どういう心持ちでやっていったらいいかわからなかった時です。詳しく、まあ、ギタージョブはですね、今はまあメジャーデビューをさせてもらって活動しているんですけど、うん、はい、組んだ当時はさ、なんか本当に部活みたいにさ、うん、みんながなんかギターが上達するようにとかさ、うんうん、そういう感じで最初本当にもっと部活っぽい練習、みんなで練習しようよみたいな感じで集められて、うん、で最初に言われたのね、メジャーデビューは目指さないって。うん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 、一人一人がソロとして、うん、そのなんだろう、メジャーデビューがまあゴールじゃない人もいるだろうけど、うんうん、なんかボンっていくためにやるだけだから、うん、メジャーデビューはしないって言われたのね。全然覚えてないな。そう言われたの。私はでもメジャーデビューがしたくて音楽活動始めたから、うんうん、なんでそんなさ、メジャーデビューしたいのにさ、うん、こんなことしてなきゃいけないんだろうって、なんか楽しそうって思って始めてみたものの、うん、なんかそう思い始めちゃって、うん、でなんかソロがメインで、うん、なんかやっぱさ、やっぱ女子だからかもしれないけどさ、うん、なんかできるだけ若いうちにメジャーデビューしておきたいみたいなとこあるじゃん、うん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 、だからさ、なんかこんなこと本当にしてていいのかなって確かに遠回りになってるみたいなね。そうそうそう、なんかつながるとしてもみたいなふうに思ってた時期もありましたよ、私は、うんうん、まあでも今はね、やっぱどこから変わったかって言ったら、うん、もう部長がメジャーデビュー目指そうぜって覆してきたね。時だよね。私はもうその時から、うん、やっぱ私は一人でやりたいんじゃなくてメジャーデビューがしたかったから、うんうんうん、みんなとできる
なんて夢があるんだと思って、もう頑張るなんかその言い方ちょっと、その前はなんか頑張ってなかったみたい、まあでも頑張ってなかったですよ今思えば。そうやっぱりね、そっから変わったなって自分では思ってます。近藤もだってずっとメジャーデビューしたかった人だったもんね、うん、そう彼女もそうだから、うんうん、だからなんか今はとっても楽しいです、うん、よかったです、メンバーが大好きです本当にね、でも良かったよね、こう、うん、みんなと出会えて。いや本当にね、そうだよね、うん、本当にそう思う、うん、はい、というわけで今日のギタジョブゆえん話は壁というテーマでお送りしました。また他のメンバーにもね、このゆえん話聞いてみたいなと、うん、そうだね、思います。はい、ではここで選曲じゃんけん大会、はい、対するは何ですか、あの勝ち続けてる女と一度も勝ったことない女があのじゃんけんしますよ。楽しみ、はあ、嫌だな、よし勝つぞ、いくよ最初グーじゃけっぽい、もうダメだ、もうダメだ、あダメだ、え本当にこれできレースなんじゃないかと思う。これないしおりさんがさ弱いんだよね、多分、うん、多分ね、そうだよね、うん、そういうことです、ね、それか毎回ちさがグーで私がチョキなのかもしれませんはい、ちさが勝ちました。ナンバーワンラディオ ZIP FM 77.8